はい、どうもインチキおじさん野沢でございます。今日はね、今閉店後なんで、誰もお客さんはいないところでこの動画撮ってます。いつもはつぶやくパターン、いわゆるアフレコで撮ってるんだけど、今日はちょっと込み入った話をするんで動画をこう直に音声撮ってるんですね。で、このマドンがもう今週末にでも納車するマドンで整備していったわけで、もう今日仕上がるかなと思ったんだけど、ちょっと面白いことあるんでそれをネタにします。でね、自転車屋をやっていてこう整備を進めていくと、異音ね、音がすると。なんでお客様がご来店いただいて、BB が緩ん、BB から音がするっていう人がすごく多いですね。クランクを回すとカチカチ音がするっていう話あるんだけど、もう長年やってて実感としては、その BB 周り、クランク周り、ペダルクランク BB 周りに原因があるっていうのは、まあ4割ぐらいかな、4割から5割の間だと思います、本当に。で、それ以外どこが原因なのよってことになると、まあ、ハンドル周り、ハンドルのあたりね、ハンドルのあたりがなんかギシギシ言うこともあるし、あと結構多いのが、サドル周りなんですね。サドル周り。このサドル周りが、漕ぐたびに、大臀筋が活発にこう活動するので、ここを押すわけですよ、こういうふうに。こういうふうに押すと、ここが力がかかって、このレールであるとか、この櫓の止まってるとことか、ここにある円筒形のナットとかの細かい隙間にゴミが入ってるとギシッギシッって音がするのは想像できると思います。細かい空間、細かい空間に雨、風、汗でちっちゃいゴミが入ると、そこ、イメージとしては、シーソーみたいに、こう、金属がうねうねして、パキッパキッと音がするわけですよ。なので、納車の前に、矢倉周りに軽くグリスを薄く塗布してやるっていうのが、まあ、常なわけなんですよ。ですから、この窓にも、そのいうことをしているんだけど、ちょっとそれにコツがいるんでね、喋っているのと、どうもその説明書を見ても、トレックの深いところにある分解図を見ても、その分解する方法が載ってないし、あれと思ってウェブでいろいろ調べたら載ってないんですよね、どうやって取るのか。で、この構造は、この構造ね、ここの構造はよくあるのは、なんだ、サーベロなんかもこういう形してんだけど、ここを5ミリで外すとパカって蓋みたいのが取れて、中にこう、ウスみたいのが入ってるんですね、サーベロはね。だけど、このマドン、トレック、大体このパターンのやつは違うんですよね。ここをね、割らそうと思うと単純には取れない。多分叩いたりして取ろうとすると壊す、無理やり取ろうとすると壊す、センスのないやつは壊す感じなので、まあ、そのスムーズな取り方っていうのをちょっと公表してみようと思うんですよ。だけどね、それで公表しようと、今から公表しますけど、もしかしたらトレックの方は外してほしくないのかもしれないのね、一般の人には。なんでかっていうと、その途中で力加減を間違うと壊れちゃう、走行中にこれが取れたら大事になるじゃない。だから音はしてもいいから取ってほしくないのかもしれないので、そこら辺の注意事項も含めて説明していきたいと思います。
なお今日の説明を聞いて、ここにね問題が発生する可能性があるんで、この後の説明をよく聞いてほしいんですよね。はい、この部品、はい、こうやってこう横方向から閉まっている5ミリ工具を突っ込んでこう外していくと、この蓋みたいなやつが外れます。この蓋みたいなやつが左右についているのが外れれば、サドルも取れる。この部品ね、この部品が取れればサドルは上部にポロッとこう取れて、なんかこの真ん中に残るわけですよ。これが取りたいんですよね。これどうなってんのって、これね、今緩めてんのは角度調整のボルトを緩めています。そしたらこの真ん中のね部品がね取れると思うじゃない、これね。でも取れないんです。なぜかっていうと、これよく見てください。下側にね突起物があるんですよ。ちょっと出っ張ってんのね。だからこれ叩いて取ろうとすると絶対壊れる。叩いて取っちゃダメなんですね。無理やりは取れません。じゃあどうするかっていうと、この下側 あの円筒形の部品にはね平らな部分があるのね。ここにこう何を今突っ込もうとしてるかっていうと、 DI2 フロントディレイラーのサポートボルトを受けるステンレスの板がね、なんとちょうどいい、ぴったしカンカンってはまるんですね、ここにね。でもって、逆向きに上からこのボルトを突っ込んでやってこれを締めていけば、まあ、反力っていうかこうここを締めるんですね。これここがね大事なポイント、わずかに広げたいだけなのね。ここを私がさっきから危険信号を出してるんですね。ここは先ほどの部品が回ればいいだけの話なんで、これを無頓着にこうバリバリ広げちゃったらとても良くないことが起きる。このカーボンでできてる部品が後々割れちゃったら困るでしょ。だからちょっとだけ広がればいいのね。でこう90度回して、ここは抜けない、ここ抜けないね、これ突起があるから。だけどここは抜ける、隙間があるから、そういうことなんですね。はい、例の部品が抜けたらこの部分にうっすらとグリスを塗ってやります。はい、これちょっと抜けてる部分をこう観察してみましょう。この円筒形の部分で下にこう出っ張りがあるんですね。こう本当にうっすらすっきりとこう塗ってやると、で抜いた部分からスコッと入れてやれば入る、でこう回転すると、うん、こうすればあとはさっき入れた広げるための全ネジボルトを取ってやります。そんでもってさっき入れてやったステンレス の FD の取り付け用の板を取るのね。要はねあれがないと全ネジボルトで押せないわけですよね。じゃああそこって本当に汚れるのって話あるでしょ、そう思うでしょ。だからこの当店に1年間ほど使用したオーバーホール待ちのマドンナインの同じヤグラの部品を、まあどっちにしろきれいにしなきゃなんないんで、ちょっとバラしてみたんですよね。バレました。ホコリがバラバラ落ちているんですよ。やっぱりね汚れてましたね、この心配してる部分。オイル系はないです。まあそのメーカー出荷のまんまなんでしょうね。これはねこの人いっぱい自転車持ってて、そんなに1台あたり乗ってないのに、はい、私のこの指先見てください。結構細かいホコリついてんですわ。やっぱここあまりにも汚れていけば異音発生の原因になると思うんですよね。まあ使用環境にもよりますけど、絶対大丈夫な部分では ないですね。なわけでやっぱり こいつも納車前にうっすらうっすらちょびっと予防措置でグリスを塗っとくことがいいのかなと思ってます。
もちろんこの今締め付けている円筒形の部品2つあるでしょ、黒いやつね。下側はあの大きい穴が開いてて、上側はネジ穴が開いてる。この円筒形の2つの部品の側面にも、ここはデュラグリス、例の話題の部品のところには、あのカーボンにも優しいグリスっていうのを塗ってやるわけですね。でこのレールに対する、このレールはあの鉄のレールなんで、グリスはデュラグリスがいいですね。まあ、その場所場所によってね、このちょうどいいグリス、優しいというか合ったグリスを塗るのが大切なこったかなと思うわけですね。まあ、そんなわけでこれでこう長期使用 しても、サドル由来のイオン発生を防止できるんじゃないかなと思うんで、安心な感じ。まあワイズロード式典で組んでるやつ、私が組んでるやつは全部これや、こういう対策はやってるんで、イオン発生は少ないんじゃないかなと思ってます。まあ、本日もご視聴ありがとうございました。まあ、日々頑張って組んでいますので、あの納期はあんまりせかさないでください。よろしく。ありがとうございました。さよなら。